これがね、背骨の方のらしい。あ、でもでかいですね、一個一個が。そう、これ肉ですか？食べれるぐらいの肉ですか？うん、そうね。他にはあんま使わないの。それと、はい、なんか生姜とかも入れるだけにして、はい、最初は鶏からとか入れたんだけど、そしたらぐしゃぐしゃになるでしょ。はい、じゃあ牛骨だけにしようか。はい、食べてみたいですね。で、それで血抜きは水だけですか？水だけでするんですか？うん、もうそれ以外は血抜きはしない。そう、そのままあとアク取るぐらいだ。はい、アクはやっぱ結構取るんですか？うん、一回ね、忘れたことがあって、はい、そしたらアクが出ようになるし、しばらくやったら、はい、で、おぉ出んかった、まあええか、しゃあないわ、はい、思ったら、次の日2日かかるっけ、はい、2日目だったら、クソになって、あー、回ってるってことですか。あれ、それでも結局捨てたんだけど、はい、やりながら、あのなんかテレビでたまに見るやつよね、あの、はい、ラーメン屋かいみたいな、はい、感じのことこうやりながら、あー、タコすぎ、俺ラーメン屋みたいなことやっとるわ、はい、思ったのが最初の頃にあったね。懐かしい。あ、もう昔の話ですか？それより今もう3年ぐらいラーメンしよるけ、はい、最初の頃にそれで、今はもう逆はアクばっかり気になるっつうんだよ。最初の段階は あれがあるけ、あの臭いのも嫌だ。もともとも牛骨の匂いも自分の中で苦手になってくるようなもんね、こんだけあれば。え、あれじゃないですか、最後ずっと出るじゃないですか、アクって。いや、でも途中ぐらいからはね、そこも全然、うん、落ち着く。え、そこまでは取るんですか？最初の方にずーっと取って、はい、で、そこからはもう、あとはひたすら暑さとの戦い。何分ぐらい、後にしたら1時間ぐらいは取る感じですか？ここまで出るから30分ぐらいはなんか、いや、多分かかってないと分からんけど。ここバーですけどね、ラーメン屋さんですけど。そうなんよね。温度も丁寧に測って、これ映して大丈夫ですか？あ、うん、全然。ではこれ最後、カツオ節が入ってます。マスター、これ沸騰させないのがポイントですか？うん、なんかいろんなネット情報と、はい、塩坪前田さんに聞いたのとだったらこれかなって。これ 100% 魚介のスープですか、こちらは？椎茸入ってるけど、あとはしじみとか、はい、貝柱、はい、ホタテか、はい、が入っててぐらい、あと昆布と。結構コストかかってますね。まあ、チーターね。でも それ以外に鶏ガラとか使ってないけ、はい、今牛骨を煮込んでるんですよ。結構ワイン色になるんですね。アク取ったらなくなる感じですか？どんどんこれ結局最後真っ白になる。おお、真っ白になるんですか？真っ白になる。今出来上がった牛骨のスープってあるんですか？あとちょっとだけ見つかった。おお、すげえ。牛骨です。牛骨です。これ骨ですか？これが肉、あのつい取ったやつ。ああ、一緒に出すんですか？そう、マジで白いですね。そうなんですよ。豚骨よりかわいいけ、煮詰めてないけ、あれだけど、あれすごいんだよね。ドロドロってします。え、それってぼちぼちドロドロになるけど、牛骨もう固まります。僕の牛骨って、これ牛骨以外何が入ってるんですか？もうこれは牛骨だけ、あと生姜とローリエをあれで匂い消しに入れるけど。ローリエって何ですか？あの、これこの葉っぱのやつ。おお、最初ね、野菜とか入れよったんだけど、はい、野菜入れたら甘くなりすぎるんですよね。牛骨って癖があるし、はい、元々が甘い系。これが魚介です。あ、これそう、これが魚介です。これのポイントは、これはじっくりゆっくり。あ、じっくりじっくりゆっくり、旨味みな出すっていうか、はい、どこまでがね、これ言うたらなんか、いやいや何も知らんなって言われて恥ずかしいんだけど、はい、みんな俺の中では、はい、もう全部出し切って、はい、もう
何もなくなったの昆布も、普通ってここまで温度上げるまでは入れんっていうのが多分普通なんですよね、はい、えぐみが出る、はい、でも俺の中ではもうえぐみ出してもいいけど、もう最後まで、あ、はい、温度上げても入れとこうって、あ、もったいない。え、最後すくい上げ、漬け、あの入ってるものはすくい上げるんですか。そう、あとこうして、あ、はい、でもちろん昆布の、そしたら味もしっかり、まあ言ったら、悪く言ったらえぐみもあるかなっていう感じなんだけど、はい、それを香味油入れたら全部がその旨味だけが残って、あのいい匂いに変わってくるんで、調和してってことですね、うん、全部は。で、俺の中のラーメンはこれが美味しいかなと、はい、思っております。わかりました。まあでも色がもし良くなりましたね、うん、これ、明日までやる気がね。あ、本当ですか。一回何時間煮込むんですか。あの時間的にはあれ、はい、営業時間中しかせんけ、はい、6時間6時間っていうぐらいの基準があって、あ、はい、まあ、あとはあの濃度見ながらなんだけど、ああ、で濃度計があるんですか。うん、ここに。おお、これね、前田さんにもらったやつ。前田さん使わないんですか。持ってますよね、前田さんもね。そうそうそう、何個も。あ、ちゃうわ、その後自分に買ったやつだから。なんか塩分濃度も測れるやつが。ああ、はい、そうそう、あとね、そう、マスラ君のね、あれも、あの、ラーメンで、僕のラーメン濃いって言われるんですよ、言っとったじゃないですか、はいはい、俺ね、もろそれ、最初思って、はい、もうこれ、つけ麺かいぐらい、塩分濃度これ結構すげえなとかって思ったんですけど、はいはい、でもね、美味しいっすね。そうですか。いや、俺ね、あれね、それがね、味が記憶に残るんよ。あれでもガッときて、あ、でも確かにあれ、豚骨の、あ、もう濃いのに魚介でしっかりした味も出すでしょ、はい、だったらもう、あ、しっかりした味になるんだな思って。おお、あの、いいね。本当ですか、すいません。あれね、あれいいんですよ。結構出ますね、アクが。そうなんよ、これがね、しかもなんかね、大将、さっきのあの、僕が、はい、YouTube とラーメン屋で違う時ですかって言ってましたよね、 YouTube。 ああ、うんうん、そうあれはあれですよ、別にその両方とも何を意識せずにそのまんまやったらただ変わらないです。そんな意味ないです。変えるつもりもないです。なんかそうなんだよね、ワン気持ちは全く言わんのですね。ワン気持ちって、ワン気持ち、あれ何なの。違うんですよ、あれ僕が書いて書いた時にバイトの子とかおるじゃないですか、バイトの子にずっと僕、もう昔からいいよって、それを YouTube 始まって、ワン気持ちって、その営業時間外の僕を、ほんまに言おるんで、ワン気持ち。すごいよね、気持ちいいと。掃除とかちゃんとしてなかったら、気持ちいいって言わないね、ワン気持ち足りんのとかずっと言うんで、僕、バイトの場に。で、それを YouTube でそれをやってみたり。それがワン気持ち。それ、ワン気持ちは分からない。それだったらあれじゃない、ラーメン出すときだって自分の中ではワン気持ちって思ってるっていうか、その時はもう全然思ってない。失敗したときに、じゃあ、いや、営業中は本当に気持ち入ってない。いや、気持ち入りすぎない。いや、そんな意識してないっす。あの、とにかく集中して真面目にやる感じですか。緑色のが出るんですね、初めて見た。見てこれね、緑色なのにこっち入れたらね、なんか色がまた変わっとる。最初緑出た時ちょっとびっくりしたもんね。あの、びっくりしますね。人間の血じゃないみたいな感じのなんかあるじゃないですか。はい。うわ。これ見たら食欲失せるっていう風な人が続出するかもしれない。いや、全然問題ないです。全然問題ないですよ。大丈夫です。はい、大丈夫ですよ。モザイクかけてもええ。いやいやいや、全然大丈夫です。大将が出す時にモザイクかけます。すごい格好で出てきた。まあでもそれはそれであるなんじゃないです。ずーっと俺の顔もずーっとモザイクかけとって。いや最初が出した時にこれですよ。こっちですよ。こっちを出した時にモザイクかけてますよ。それでもこことここだけずーっとモザイクかけてるから。いや、こっちはかけないですね。誰が出しとったんじゃなっていうのと、多分顔もボケ。これ水を足すんですか。ずーっと継ぎ足して。最終的にどの量にするんですか。それがあの濃度を見て、はい、で 5% まで来たらやめるっていう感じ。ああ、
あとはそのゼラチンみたいなの完全に溶き切っとったら、はい、煮詰めてるときゼラチンみたいになるんですよ。あの肉がね、あ肉、あはい、肉がまだ透明な感じのブヨブヨが残っとる、はい、まだそれがラーメンに出てきたら、はい、なんか変なブヨブヨ出てきたら、はい、あ、はい、お母さんって感じで、はい、それだったらこうギリギリもっともっと、はい、煮詰めて、あ、これホロホロの肉が入ったんやなっていう、はい、思ってくれるぐらいまで、あ、はい、今何入れたんですか、葉っぱですよね、あ、そうそう、これがいっぱい入れました、あのこれがこれです、これです、これ見せていいですか、はい、これ入れました、2枚ですか、2枚入れました、僕が牛骨やっとって、あ、これカレー屋の時の、あ、隠し味ですか、匂いのあれなんじゃないか、やっぱ入れると入れないのでは違う、違う、あの煮とる時の匂いが、あ、俺が牛骨が、あの結構やりすぎて、はい、牛骨の匂いがもう好きじゃない、自分でやっとってなんなんで好きじゃなくなったんですよ、はい、大丈夫ですか、ええ、はい、できた時には美味しい、まあ、作れる時の牛骨の匂いが、あの、またこの匂いがしてきたなる、料理入れたら全然違う、僕Yeah, it feels like I'm on cloud nine.